ちょっとアルバムの話聞いていきたいんですけども、今回ねバックトゥザポップス、うん、どういう思いで作りましたか？このアルバムの前に相当実験的なシングル、まあ出したじゃない、ゴーストもあったし、バディとかもそう、ピアニアストとか、まあそうね、やっぱりゴーストのインパクトがでかくて迷っちゃった迷うことはあるんだって迷っちゃってこっちで行きたいなと思ってた。すごいいいコンセプト、ジロがすごいの出してくれた。でゴースト路線で行こうと思ってやろうとしたんだけど、意外に俺できなくてジロに頼むっったらジロもシャルロ持ってきやがった俺もしゴーストみたいな曲ができて、ジロがゴースト路線の曲を持ってきたら、うん、タクロウ君には前にこんな感じの作ってるけどこんな方向で大丈夫かっていう確認は去年の8月くらいからデモテープ作りしたでしょ、うん、その前に1回聴かせてたの、はい、でその中で自分でそれ曲結構気に入ってたんだけど、なんか聴けば聴くほど意外とゴースト超えてないかも、でそっからギリギリまで頑張ってたんだけど、うん、なんか、うん、まだだな。そしたらシャルロの存在を思い出して、うん、改めて聞いてみたらめちゃくちゃかっこいいじゃんこれ。あ、じゃあ元々あった曲ゴーストとね、あのシャルロは同時期に作ってた。うん、じゃあそれ出てるいいよそれでそんなもんすよリーダーだってじゃあそれ俺得意かもと思った。